おはようございます。今日はね9月の13日です。またねキノコ取りに来ております。はい、でねさっき駐車場でね会った方がね おじさんだったんですけど、なんか3日に1回ぐらいねこの山に来てる超ベテランみたいで、キノコの情報ね教えてもらったんですけど、まあ、まだね出始めかなって、あの松茸ですけどね、出始めかなっていうことで言ってました。でねあんまり大きなないっていうことなんで、まあ、埋まってるやつとかねそういうやつをね探していくのがポイントだよっていうふうに聞いたんで、ちょっとね注意しながら上がっていきたいと思います。はい、皆さん見てください。これがねコウタケですね。ありました。さっきねオープニングを撮った、場所がここでね、あの同じ斜面なんですけど、コウタケねありました。結構ちっちゃくてね良さそうなんで撮っていこうと思います。まあ、もうちょっとね待った方がいいかな。待ってね大きくしてから撮るっていう作戦もありますけど、まあ、撮られちゃってもあれなんでね。すごいでかい。あれ、さっきねコウタケモドキがあったのがあの斜面でね、この斜面をまあゆっくり上がってきてたんですけど、なんと早速ですね本命に出会うことができました。これ見てください、正真正銘お松が出ました。じゃあ掘っていきます。いやー結構あでもちょっと虫がね入っちゃってるかなっていう気、あちっちゃいのもあった、やべちっちゃいのがありました。ちっちゃいの気づかず取っちゃった。いや出てましたね。やりました、マジモンゲットです。ちょっと香りをね楽しみます。まあ、まだねつぼみっていうのかな、つぼみなんであんまりね香りはしないですけど、多分切ればねすごい香ると思います。やった。はい、もういい感じの本当にお松さんが出そうなね松林で探してますが、なかなかねやっぱそう簡単にはね見つけられません。ただちょっとね怪しい膨らみをちょっと見つけまして、ここなんですけど、これねちょっとだけ膨らんでて、わずかにこれ茶色いのが見えます。これはもしかするとと思ってちょっとね掘ってみました。ちっちゃいけど、これは多分おまっちゃんでしょうね。ここにあるとね絶対取られるんで抜いちゃいました。ちっちゃいけどすごい取れました。埋まってるのってね初めて取りましたね。本当にわずかに膨らんでたんで、まあ、それをねたまたま見つけたんで取ることができましたけど、プロの人はねやっぱもう埋まってるやつをね探せるみたいなんで、まあ、そういう風にねなれるように頑張りたいと思います。はい、多分ね来ました。あれどこ行った。今ね見つけたんですけど見失った、一瞬で。え、どこ行った。え、さっき見つけたのに、さっき見つけたものがもう見失ってしまうという、これが松茸ですね。いや本当に分かりにくいんですよね。あれさっき本当に見つけたのに、気のせい。あったこれですね。さっき見つけたんですけど、あったと思ってカメラ出してる間に見失いました。本当に見つけられん、難しい。これをねこのちっちゃくて探しにくいやつをね見つけるために山に入ってます。来ました。またでもちっちゃいな、ほんと出始め。取りたくないけど取られちゃうからな、取っときます。
さっきね間違って取ってしまったコウタケ、今度はね本物が出てきました。今度はね匂いも確認してすごいいい香りしてたんで、これは本物。しかもすごいんですよ、ここにもあって、これめちゃくちゃ生えてる。ちょっとね取っていきます。すごいいいやつだこれは。なかなかしっかりしてる。これは嬉しいですね。しかもすごいまだ出始めのすごい綺麗なやつ。もっともっとね大きくなってから本当はすごい大きくなるんで撮りたいんですけど、絶対に誰かに撮られるので今日撮っていっちゃいます。美味しそう。これね焦がし醤油みたいなすごい香りがするんですよ。このキノコは焼いても美味しいし、なんかね一回天日干しするとねすごい香りが良くなってね、さらに香りがね良くなるみたいです。いや取れました。結構ねビクがいっぱいになるぐらいしっかり取れました。これはラッキーですね。このキノコ狙ってたんですけどなかなかね取れないんで嬉しいです。はい、今度はね立派なコウタケ、これ単独ですけどね発見しました。すごい大きいですね。手のひらまではいかないけどそんくらい大きいやつ、ちょっと取ります。おお、茎がねすげえしっかりしてる。でかい。こんな感じです。よし、おさらにその上にもありますね。わ、これはいい。これぐらいいいですね。このサイズ感で取れると最高ですね。ほんと手のひらと同じぐらいすごい立派です。うお、全部一緒に取れた。すごい、これはやばい。はい、ここにもねすごいちっちゃいのがありますけど、まあこれはね誰かに取ってもらいましょう。いやー上の方からガサガサ言うんでね、何かと思ったらカモシカが降りてきてました。今見つめ合ってます。逃げるわけでもなく向こうはねこう立ち止まってます。どんくらいまで行ったら逃げんのかな。やばい、右側にねコウタケが出てきました。それも取りたいけどこっちからも目を離せない。あーちっちゃいコウタケがいっぱい出てる。でもちょっとどれくらいまで近づけるのかな。これえだんだん不安になってきた。おおあれぐらいが限界みたいです。さあ鹿をね横目に発見した。コウタケの城がねすぐのところにあるんですよ。いやでも、いやちっちゃいな。どうしよう。いやもうちょいねでかくなるの待ちたいな。これこれもこっちにもある。すごい、もうちょい待つか。ちょっとね取られることを覚悟でもうちょい待っとくかな。ちっちゃいよな。またしてもねコウタケがいっぱいありました。まあ取ってくかな。ちっちゃいけど上の方でねもっとちっちゃいのがすごいいっぱいあって、ここはまあ何日か後にね必ず来ないとダメですね。すごいっすよ株で。またね動画にしたいと思うんでね、今回の動画もねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今度はねコウタケ狩りの動画になるかなと思います。はい、ではねこの辺からちょっと下山を開始したいと思いますが、まあ下りながらまたね探していきます。で桜しめじがね
結構固まって入ったんで、ちょっと取り出したらね、意外と、たくさんね取れました。まあでもコウタケがねすごいですね、めちゃくちゃ取れてます。はい、皆さん、下山中なんですけどね、ちょっとやばいことが起きたのでちょっとお見せします。やばいやばいことが起きてる。松茸が出まくってます。こんなのこんなことある？発見しちゃいました。しっかり頭が出とる。誰も取っていかんだらしい。いやすごいすごいよこれは。まだちっちゃいけど絶対に取っとかんと、取られてしまうので取っちゃいます。本当はねもうちょいでかくなってからね取れれば最高なんですけど、絶対取られるから、このちっちゃいのまでもう取っとこう。お、こいつはちょっと根っこが深いけど、まあちっちゃいな。うわ、こいつが一番大きいかな。あーちょっと傷つけちゃった。うわ結構深いな。あーやばい。あー隣にまた、やばい埋まってた。あー折れちまった。最低最低です。皆さんこういうことはしないでください。折れちゃいました。すごい、これ隣にも埋まっとった。いやすごい、ちっちゃいけどね、もうあと数日後にね発見してればすんげえいいサイズだったと思うんですけど、まあでもね取られるよりは自分で取れた方がいいんで、思わぬね収穫でした。はい、今下山してきました。今回のね収穫はやっぱコウタケがね一番量はねたくさん取れました。あとはねこの脇のピンク色は桜しめじと、ちょっと申し訳程度にね、証言コムソウもね取れました。あとはね本命のお松さんもサイズはねちっちゃいんですけど、まあまあね数は取れてくれました。面白かった方ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。